こんにちは、まりまるライフです。今日はですね、職場の方からいただいたとても素敵なものをね、紹介していきます。こちら画面の左にね、映ってますが、大からし、名題ゆず七味。これ名題なのか、名題なのか、名代なのか、ちょっとね、読み方私知らないんですけれども、大阪府の堺市にある山津土田さんというね、お店で作られている品物になります。でこちらのね、山津土田さんは七味唐辛子とか一味唐辛子とかを中心に、作っているお店になります。もともとね、これいただいたのが年末仕事納めの時でですね、4月にね、入社した方なんですけれども、みかんのお礼にってくれたんです。お世話になりましたって言ってね、もうびっくりですよね。いただけるものであればありがとうございますみたいな感じで、せっかくね、どうぞってこうくれたものをね、いやいやなんていうね、もう返すなんていうのはもってのほかですので、もう喜んでいただいてきました。でそのみかんっていうのがさ、これ私いただき物なんですよ。本当にね、美味しい美味しいみかんなんです。ですので、毎年ですね、そのみかんが届いた時にはですね、必ずね、職場の方に持って行ってお裾分けをするんです。箱でね、こうレモンと一緒に入れてきてくれるので、さすがにみかん食べきれないっていうこともあるので、お裾分けで持っていくんですね。でまあ、そのみかんをいただいたっていうことで、まあこちらのね、名題ゆず七味をいただきました。でね、このゆず七味開けた瞬間がね、もうふわっとね、本当にね、香りがすんごかったんです。まあ、五感って言われてるものがね、人間にはありますけど、そのうちのもう香り、匂い、もう鼻の方にですね、ダイレクトにもうわっときました。でまあこちら、そしてね、大からしということで、もうピリリ感も結構ありまして、私はですね、お鍋いただく時にちょっと入れてね、もらったんです。美味しかったですね、本当に。こう、そうそう、鍋のお味がね、また変わります。こちらのね、商品と一緒に、この山津土田さんのね、熱い思いが込められているパンフレットも一緒に入ってたんです。じゃーん、こんな感じで、香りミラクル七味唐辛子ということでね、こんな形で入ってましたので、このパンフレットからですね、ちょっとね、七味唐辛子についてもね、ご紹介できたらと思います。七味唐辛子とは、書いて字のごとく7つの原料を粉にひいて調合した混合香辛料のこと。私たちにとても身近なものだが、実はとても奥深い。使われている原料やその引き方、そして配合の割合などで、香りも風味も味わいも大きく変わるからだ。そうですよね。でこちらの社長さんが言われているのは、七味唐辛子の魅力は、何といっても7つの原料が合わせられることで醸し出す香りと味わいのハーモニーでしょうと言われてます。そうですね。続いてですね、7つの原料についてね、ご紹介していきたいと思います。じゃーん、こんな感じでね、パンフレットにね、入ってありました。まず真ん中に写っている唐辛子、そして山椒、黒ごま、金ごま、でもう一つこちらごまですかね。そして、柚子と、こちらの
高知産ね、糸筋、青のり、この7つが七味唐辛子の中に入ってます。ではね、それぞれどんな効能があるかね、ご紹介していきます。はい、まず唐辛子、こちらはですね、カプサイシン、エネルギー代謝を促進するためダイエット効果があるとして話題になりました。血行も良くするので冷え性や肩こりにも効きます。ビタミン C も豊富に含まれています。山椒、ヒリリッと舌にね突き刺すような独特の刺激は山椒ルという成分によるもので、食欲増進や食材の臭みを抑える効果を持ちます。また昔から健在や虫下しの漢方薬として用いられてきた歴史があります。ごま、大変栄養価の高い食品で、タンパク質やカルシウム、各種ビタミン、食物繊維が豊富に含まれています。中でも最近よく耳にするセサミンという成分は老化の原因となる活性酸素を抑える効果があるというので注目されています。続いては柚子、ビタミン C をはじめカルシウム、カリウム、鉄分、ミネラルを多く含んでいます。特に皮の部分に含まれるビタミン C はコラーゲンを生成する働きが他の柑橘類と比べて飛び抜けて高いそうです。そして最後に青のり、多く含まれる高海洋性のビタミン U はなんとキャベツの60倍以上、ビタミンやカロチンも多く含んでいます。医療が発達していなかった昔にはこうした薬味がね、毎日の食事に上手に取り込んで健康に役立ててきたのではないでしょうか。でね、今現代に生きる私たちにもそれはとてもね有効で効き目があると思います。よかったらね、毎日の食卓の中にね七味唐辛子っていうのをね加えてもいいのではないでしょうか。でそれをもう一つとして、もう一つねとてもいい記事があったんですね。この土田社長さんがダイエット食として作られた薄味のすき焼きを食べた時に、あまりに味気のないのにねたまりかねて、溶き卵に大辛辛極上七味っていうのを入れたそうなんです。こちらのお店のね別商品になるんですけれども、そうするとこの味の物足りなさっていうのに塩分を使わずにこう新しい味としてですね補ってくれると、でダイエット食もまあもちろんなんですけれども、年配になってきてそのどうしてもこう高血圧とか糖尿病とかいろいろこう取りすぎたらいけないっていうことで薄味になりますよね。で私も今回その母に会った時に、その柔らかいお弁当をですねお昼だけ届けてもらうんだっていうことで食べるのを見てたんですけれども、何しかね味が物足りないって言ってたんですよ。だからねお塩かけてた、もう足りないからね、全く味気がないからさかけるわけで、せっかくさその持ってきてくれてるお弁当の方たちはさきっとこう体のことを考えて作ってくれてるわけですよ。でも物足りないから入れちゃったらねえ、なんか元も子もないとは言わないけれど、結局高カロリーになっちゃうのかな、とかって思って、であればこういうね七味なんかを使ってですねちょっと味の変化っていうのをね楽しみながらね食事できると、こう食べるっていうことに対してもさ、なんか生きるために食べるっていうのはもちろん大前提としてあるんですけれども、すごい楽しみながらね食べれるんじゃないのかなと思ったんです。
でましてやこの柚子七味なんかはこう香りも来るわけじゃないですか。だからね、とってもね、そういうご高齢の方たちにもとてもいいなって、まあ、怒られるな、ご高齢だけじゃないな、私も含めいろんな人たちにとても楽しんでもらえる薬味だなっていうのをすごく感じたので、今日はですねそちらをちょっとご紹介したいなと思って、はい、動画にしてみました。またね、気になる方は調べてみてください。はいAmazon とかいろんなそういうところでも買えると思います。はいそこのお店に行かなくてもね。私はちなみにちょっとお店屋さんの方には行ってないんです。百貨店がね会社の帰りにありますので、そちらで購入してきました。そうなんです。もう使っちゃったからさ、開けてるのでね、ちょっと紹介するのに、はい、でぜひね、お値段については、調べた方見てぜひびっくりしてください。私はこの、製品でこのお値段で、売ってるっていうのにもちょっと驚きました。そうなんですよ。ぜひそれはちょっと楽しみに調べてみてください。はい、では今日はここら辺で、じゃあね、バイバイ。